グッジョブ1214は、ヘビ使い座の方角、地球からおよそ47光年の位置に存在する、スペクトル型 M4.5 の赤色矮星である。グッジョブ1214の主等級は、14.7と、暗い。この構成のサイズは、太陽のおよそ5分の一、表面温度は、約2700度。高度は、太陽の0.4%程度と推定されている。 グッジョブ1214の明るさは、時間とともに最大1%程度変化しており、これは、構成黒点の存在と構成の時点によるものと考えられる。2009年12月17日、ハーバードスミソニアン天体物理学センターを中心とするグループが、太陽系外惑星であるグッジョブ1214ビットが、軌道上に発見されたと発表した。この惑星は、 蘇生のうち3、4が水である可能性が示され、発見当時はどの境外惑星より地球に似ている可能性があると言われた。グチョブ1214ビットは境外のスーパーアースとしては 5-7b に続いて2番目に質量と半径が推定された惑星となった。さらに境外のスーパーアースとしては初めて大気の存在が確認された。 中心性のスペクトルの惑星大気による吸収を観測することで惑星大気の分析も進んでいる。トランジットによる変更を詳細に分析した結果、二つ目の惑星の存在については、海洋性サイズの惑星は中心性の金棒にはなく地球サイズの惑星の場合も制限が加えられている。ありがとうございます。